どうも、さんまです。今日もちょっと時間が遅くなっちゃったんですけど、セパコストのベスト200ランキング共有です。はい、いよいよ最終日の最終節が今から控えている中で、この後の一節で全てが決まる。もう逆転する人も去る人も出るでしょうが、たとえ順位が下がったとしても、今この135試合を戦った記憶をね、記録として残したい、そんな思いで作っている動画です。皆さんの135試合の証を皆さんで見ていきましょう。はい、セリーグですね。高弘さんが2ゲーム差つけて1位ですね。上昇軍団さんが2位、三浦ダネマッテオさんが3位。高弘さんはダルビッシュさんが作ったオーダーのマイナス150スピぐらいかな。アイコスさんが5位にいましたね。あれ、いつからいた？オカマンさん11位、ニブヒナさん13位、矢沢さん15位、キクニンさん16位、オーディンさん、ユートさん、リュートさんは完璧オーダーっぽいですね。オギッシさん、ジャイアンツアイさん、インパチが30人いる。ちょっと待って、インパチ多分15試合ぐらいやってないはずだけどな。ルリタン怪獣さん、赤メスさん、ゼラスフィーラーさん41位、チューシさん43位、どうやって、あ、ダルビッシュさんいた、49位、あー、ベストナインきついかな。ご立てしてくれればベストナインぐらいあるかな。神様、仏様、バー様、あー、キグバさんがいて、コチさんがいて、アキロさんがいて、宗慶さん、ここか、きついな。もうこれ、多分限界だよ、本当に。貞治王子さん、79位、カズさん、82位。いや、純正の方が結構上上がっちゃってきてるし、上がってきちゃってるしな、もうなんかめちゃくちゃなっちゃってるぞ。阪神君90位、阪神純正が90位だよ。30位に広島純正がいて、80位台に巨人純正がいて、90位に阪神純正だよ。なんじゃこりゃ。マックスさん、YSKZ さん、グロスピオジさんさん、パンダさん、肥満体さん、肥満体さん懐かしい。自分がオールスターの MVP 取った時の2位の方だと思うんですけど、多分同じだと思うんです。ウイロー先輩さん128位、KBC さん、チキスさん139位、マジ、ナオトインティラミスさん、ティアヨラホワイトキヨさん143位。頑張って頑張って、ホワイトキヨさん頑張って、ブラックキヨさんに負けてるから。榊さん、YSN さん、レクサスさん、ハマスさん、アルトさん、オタフクさん、マリポーサさん、完全カーピ主義さん、ニーノさん、ニューメさん172、そうか、エンチャウさん、ウラケンさん、阪神重戦178、辻マンマンさん、ブルーインパルスさん、ノゴロウくんさん、どうでしょうさん、ルピンさん、はい。はい、パ・リーグですね。自分が4ゲーム差つけて、はい、今1位におります。ここからもうまくられたら、まあさすが奇数回ってとこなんですけどね。2位が侍 JP さん、3位が犬神さん、エルクブランコさん3位。4位か、ごめん。ロックさん5位。ブドウくん6位、虫コナズさん7位、オーシャンさん8位、で、あ、六本木峠さん11位、G さん15位、いや、G さん15位すごい、G さん15位半端じゃないんだよな、すごいよね、G さん15位はすごいよ、頑張ってほしいね、もう、リーグ勢の仲間入りしてほしい、佐藤和さん20位、あ、シシトウさん、ルイさん、093、33位、これ何よ、何これ、西武純正、おお、すごい、西武純正33位、モロンさん、なんだっけこれ、三田氏さんだっけ、ノックの神様さん、神楽さん、アイコス杉さん、北海ハムハムさん、野球構造さん、横満さん、長子くんさん、ヤズ52、プロスピーゾーム1号さん53、
まあさん59位、船越さん63位、埼玉西武さん66位、クリーミーさん、ロンさん、セイエーさん、キヨさん、ヨッシーさん、川田さん、ラストワンさん、早見フィリップさん、直球破壊王子さん、北鉄生産事業団さん、ジータニスさん、ユニコーンさん、今モンキーさん、ユッケさん。ああ、なるほどね。結構、まあ、順当っちゃ順当なのかな。作り込んだ人は結構上位にいてる。あ、RSJ さん105位か。ちょっときついね。高野祭典さん、ダニーさん、AST さん、見習い窓師さん。出たー、キゴマンさん。出たね、キゴマンさん。そっくりだね。マロさん、マツさん、フェリオさん、フォークスエイさん、笑ってる場合ですよさん、アザラシジャパンさん、小町さん、トラヒチョリさん、宮川ディースケさん、ミクロさん、俺のオールスターさん、キラチョさん、金ちゃんさん、みつきくん、八王子マリーズさん、ゴシゴシさん、福一郎さん、わ、福一郎さん、ここが下がっちゃった。タコエイトさんかな、なんだろう。近鉄難民さん、京平さん、黒雪姫さん、もっこり太郎さん、マッツンさん、なるほど、メイの浜クラブさん。はい、次はコストリーグですね。いやー、セルシコさん、TT さんが並んでる。得失点差で1位に同点ですね。1位に、まあ、同点というか、得失点差で1位にがついてますけど、基本的には同率というかね、まあ、ここで1勝1分けでも勝った方が勝つというところですけど、畑間さんが3位、これはすごいですね。大健闘だと思います。楽ちんさんが4位、トラオさん5位、とうとう高虎さん6位、なんて読むか分かんない方が7位、千秋龍さんが8位、デストララグスさんが9位、メロディアさんが10位、ホスト王者ですね、メロディアさん、つぶらのカボスさん、クマスケさん、ケンタさん、トンサブさん、オコチャスさん、ゼロさんがアッサン、フレーミーさん、石川さんが21位か。頑張れ。アッキュさん23位。マカオタワー、フキゼさん、アカコさん、マリノスケさん、シューダイさん、ミラーさん、ミサさん、アウトバンクさん、チタドラゴンさん、スランプさん、センちゃんさん、マイコーさん、ユウさん、にぎりめしさん、うつすさん、ともきさん、りんたろさん、カオルさん、尾形さん、エトワールさん、大学生になりたいさん、ベルさん、サイリュウさん、ヤスさん、ピータローさん、横浜深瀬さん、マリモさん、ムサシさん、肉汁さん、ゆずさん、シュンさん、青どんさん、立花里乃さん、たしさん、純正モサの方も結構ね、コスト100に入ってますね。意外とでもパリーグ純正、パリーグ最決定戦も意外と純正入ってきたから、パリーグ最決戦でも良かったんじゃない？カープうどんさん、ラオウの機関さん、アヤチェリバナナさん、ウォーカーさん、のっちゃんさん、山ちゃんさん、キテレツさん、コシアンさん、サゴチルのもやしさん、なんだろうと、おこちゃさん、アサピさん、青いカエルさん、カゾウのおかずさん、大西ライオンさん、ゴルチェスさん、チャモスさん、ノブスさん、シューシャイカさん、モミギさん、なんてことだ、小野田劇さん、ヨモスさん、浜原さん、169位、アカヘルさん、午後の抹茶さん、カープカープ優勝さん、松井さん、カープおじさんさん、ダリアさん、ってとこですね。
いかがだったでしょうか。まあまあまだ終わってないですけど、個人的にはこの1週間めちゃくちゃにハードだったんで、記憶に残る最強決定戦でした。この後の結果がどうなろうとも、私もこの動画も今回の最強決定戦、この時この瞬間を忘れずにいつまでも記憶しております。この動画でランキングに見事入った方は、何かゲームを続けている中でふとした瞬間にこの時に輝いた自分を思い出すための材料としていただきたくて、動画上でランキングに入れなかった方も、次回最強決定戦の戒め、励みとする材料としていただければ光栄です。では最終日最終節、皆さんのいい結果を祈ってます。後ほど生放送でお会いしましょう。さようなら。